皆さんこんにちは、ワンダリグルビージです。では今回はゲレンの野望ジョーの警部ジョン軍編第2部続きをプレイしていきたいと思います。情勢あまり変わっていないんですが、まず宇宙の方はですね、ソロモン、アーバワーク、そしてジオン本国、この3つの主要拠点で敵を迎撃する体制を整えています。地球上ではティターンズとシャアのネオジオンとツバゼリアを行っているというところで、今回はですね、まずは日本、あとはインドシナ半島、いわゆる東南アジアですね、ここを制圧していきたいと思います。投入する部隊はですね、ハイゴックはもちろん投入するんですけども、新型のモビルスーツガルバルディですね、これも投入していきたいと思います。なのでこの2つの拠点を一気に抑えて、残されたティターンズの拠点であれば地球上ではオーストラリア、南米、シャアのネオジオンであれば北米、カリフォルニアとニューヨーク、このね、合わせて4つを攻略進めていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。地球上ではガルバルディもそうなんですけど、海での戦いというのもこの後さらに増えていくかなと思いますので、ハイゴックですね、これの生産も継続して一定数行っていきたいと思います。で、宇宙は今のところ主要拠点にモビルスーツの数揃えてはあるので、敵が侵攻してくるリスクは極めて低いとは思うんですが、引き続きですね、増強は行っていきたいというふうに思っています。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。ではまず日本の攻略戦からですね。敵の部隊は、数は多くないかな、全部で7。アクアジムらしき機影もありましたが、こちらもハイゴック投入しているので、水中戦になっても十分に対処できるかなというふうに期待をしています。では軍を進めていきましょう。ここはガトーとデラーズ自らが乗り込んだ G3 ガンダムが主力戦力になってますね。あとはやっぱりハイゴック、数は少ないですが水中戦では連邦のアクアジムを圧倒できると思うので確実に潰していきましょう。ハインゴックはただ索敵能力がちょっとなさそうですね。無駄死にするだけだ。索敵できないので、何か他のユニットで索敵をしてから攻撃を当てる方が効率はもちろん良さそうですね。ハイゴックとアクアジムの戦いで、ここは予定通りアクアジムをまずは圧倒できましたね。このまま一気に攻め込んでいきましょう。ミノフスキー粒子をしっかり散布して、ここにいるガンダムタイプを、迎え撃ちましょうか。気になるのはこのガンダムタイプがどのガンダムかですね。アレックス、NT1 アレックスのフルアーマーとかもね、もう出てきているような状態にはなっているので、そうだとするとちょっと厄介かなというふうには思っています。ここもにじり寄り作戦でいきましょう。ちょっとずつにじり寄っていく。で、確実にミノフスキー粒子を散布してですね、味方の損害をできるだけ抑えながら進んでいきましょう。さあ、敵分かりました。恐れていたフルアーマーアレックスでしたね。しかもここにロザミアが乗ってるのか。格闘13、射撃11、反応14。反応14が、回避率に、大きく関わってくるところなんで、ここは、2回、3回と攻撃を当てながら敵を倒していくイメージになりますかね。恐ろしい敵ではあるので、ちゃんと当てていきましょう、ミノフスキー粒子を。日本での戦いは続いていますが、続いて東南アジアの戦いも見ていきたいと思います。敵エリアに侵入しました。ここは戦力的にどうなってるかっていうと、まず、味方の戦力でいうとガルバルディですね。これを投入できているので、ガルバルディにしっかり働いてもらいたいなというのが、基本的な戦い方になろうかと思います。ガルバルディにはガイア、マッシュ、
オルテガだけまだ、ウラジオストック付近で、3連星の専用ドームに、まだ乗ってますね。これもガルバルディが地上で配備進んでくればですね、さらに乗ってもらえればいいかなと思います、ガルバルディね。敵の数は分かっても、中身がね、分からないですからね。フライマンタが10いるのと、ガンダムタイプが10いるのでは、同じ10という数字でも全く違う意味になってくるんで、中身がね、見れないとちょっと不安な攻略戦にはなっていきます。前からこのチャンネルご覧いただいている方は、もう耳がタコになるぐらい、聞かされている話だとは思うんですけど、東南アジアがね、結構好きで、シンガポールとかタイとか、しょっちゅう行ってたんですけど、コロナもね、本当にちょっとわからなくなってきましたね。変異型っていうのがね、猛威を振るってるっていう情報もありますけど、それ以上に、どうなんでしょうね。単純に数が多すぎて、オリンピックも厳しいのかなっていうね、感じがちょっとしてしまいますけど、前にも別の動画かなんかの中で言いましたけど、個人的にはね、規模は縮小してでも、やった方がいいんじゃないかなとは思ってるんですね。まず本来の、フォーカスを当てられるべき競技者、人たちからすると、そもそも、もちろん観客がいることによってパフォーマンスが上がったりするっていうことはあると思うんですけど、このオリンピックのためにね、しっかり、調整をしてきたと思うので、しっかりパフォーマンスが発揮できる場所っていうのをまず作ってあげるっていうのが、大事になるのかなとも思いますし、そもそもね、観客入れないと収益どうなんだろうかっていうのももちろんあるとは思うんですけどね。ただそれでもやっぱり厳しいのであれば、観客は入れない状態ででも、やっちゃった方がいいのかなってね、あくまでも個人的な意見ですけどね。やらないともう完全に無ですからね、無。何も残らない。であれば、ちょっと、コスト的な話は当然あると思うんですけど、やっちゃった方が、まだ救われるのかなっていうね、感じはしますけどね。ここは期待の新型モビルスーツ、ガルバルディアルファの、初陣ですね。いけるぞ、一気に行く。ガイアとマッシュが乗ってるので、安心して見ていられるかなと思います。生産効率も悪くてコストも高くつくガルバルディアルファなので、絶対にね、撃破されたくないっていう思いがあるので、ガルバルディにはもう漏れなくパイロットをちゃんと乗せていきましょう。噂ほどではないわ。この後、中盤はこのガルバルディアルファでね、こらえていこうというふうに思ってますので、この生産性の悪さは前回の動画の中でもお話したと思うんですけども、あらかじめ必要となりそうなね、モビルスーツの数と場所をちゃんと計算しながらですね、部隊を作っていけば、この生産性の悪さもなんとかね、うまく、しのげるかなというふうには思ってますので、ちょっとうまくそこはアレンジして考えて進めていきましょう。再び日本の状況を見ていきます。フルアーマーのアレックスがやっぱり強いな。ハイゴックだと、アレックスにロザミアが乗ってると、ちょっと歯が立たないのかなっていうね、感じはしましたね。ただここは、ロザミアのアレックスを落とせれば、それで終了しますので、何が何でも落としていきます。ロザミアのアレックス、これで撃破です。フルアーマーだと、チョッパーアーマーを一度破壊して、ノーマルのアレックスがまたここで生まれ出てくるっていうね、アレックスを2回倒さなきゃいけないという状況でしたが、G3 のダガと、これがうまく機能してくれたと思います。では続いて今度は、行ったり来たりしてしまってますけども、東南アジアの方に目を移していきます。ここは今のところ、ガルバルディがうまく機能してくれてるので、このガルバルディをね、使っていきたいと思います。
これで東南アジアも取れました。日本と東南アジアとアジア2つの地域の制圧を完了しています。我が軍の勝利です。ギレン閣下、援軍を援助し勢力の拡大を促すことによってティターン像を弱体化することが可能です。援軍支援計画への予算の投入をご検討ください。特別作戦でエウゴ支援計画が来ましたね。エウゴは前回の動画の中で結成されたよっていうね報告だけ上がってましたけども、この支援計画で1万お金がかかりますが、特別作戦発動できるような状態になりました。まあ、ただし今お金が1万もないので、このターンはお金を貯めて次のターンでエウゴ支援作戦をねちょっと発動してみたいなと思います。エウゴ支援計画発動します。ティターンズの弱体化とっていうのが狙いになりますね。今ですね、宇宙ではティターンズがねだいぶ勢力を張っているような状態ですね。青いところがティターンズです。地球上では逆にねシャアのネオジオンが勢力を拡大しているという状況なので、宇宙でのティターンズの弱体化を狙ってエウゴ支援計画を発動してみたいと思います。はい、我が軍の存在を悟られぬよう取引先の民間企業を通して支援を行います。エウゴだとね、アナハイムエレクトロニクス社のイメージが強いですけど、まあ、そこを通して援助ということですかね。さあでは部隊の方ですけども、まずですねガルバルディについにオルテガ、マッシュ、そしてガイアと3人揃えました。このね3連星ガルバルディに乗るという状態ができましたので、この状態をもってオーストラリアトリントン基地の攻略始めていきたいと思います。まずは手始めにというところでインドネシアに進攻していきます。敵の部隊数6ですね。数は決して多くないというふうに思っています。では続いてインドネシアの攻略戦を行っていきましょう。ここも敵の数、ここはティターンズの拠点になりますが多くはないので、ガルバルディ、ハイゴックを前面に押し出して損害を軽微な状態でね攻略を終えることができればいいかなというふうに思っています。さあガルバルディアルファを作って喜んでいたんですけども、ティターンズはなんとベータをもう作ってきてますね。まあ、ベータの方が当然能力高いので、まあ、ちょっと喜びがかき消されてしまった感はあるんですが、まあ、それでも3連星が乗ってるアルファの3スタックだったらねベータ2スタックを倒せるんじゃないかなと思いますので、なんとかここは頑張りましょう。ちなみにこれ3連星久しぶりに3スタックしたんですけど、久しぶりにスタックしたらなんかお久しぶりトークみたいなのが今展開されてましたね。そしてこちらにはなんとブランブルターク少佐がアッシュマーに乗ってます。ここはガトーとエイギーユデラーズの G3 ガンダムで攻撃を仕掛けましょうか。いや思ったより全然きついですね。ここまでモビルスーツの開発に遅れを取ってるのか。もうすっかり追いついたつもりでいたんですけど、敵はもうさらにその一歩先を行く状態になってましたね。エウゴへの支援とか、まあ、ガルバルディアルファの生産とかで最近研究開発費にお金をかけていられなかったので、まあ、敵がベータを作ってきてる以上我々も再び研究開発費にお金を使ってベータの開発を始めていった方が良さそうですね。モビルスーツの性能の差はガイアとオルテガとマッシュによるパイロットの技量でカバーをしてもらいたいなというところは変わらないので、まあ、やっぱりパイロットのね転勤政策というのは続けていきたいと思います。機動性に優れたアッシュマーと G3 ガンダムだからな。アッシュマーの性能を確認この後しておきましょうか。アッシュマーはワンオフキーですかね、これぐらいでね。ガトーは、まあ、シャーとかに近いレベルの
パイロット技術にはなってるので、まあ、そのあたりでね、ラッシュマン相手でもそれなりに成果を出してくれるのかなっていうね、期待は持ってます。アッシュマンを撃破。やむを得んさ、まだこの期待には慣れていないのだからな。さあ、ガルバルディベーターも撃破してインドネシアの攻略完了です。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。はい、では今回は日本、あとは東南アジア、そしてインドネシアと3つの拠点の制圧を完了しました。次回はいよいよオーストラリア大陸に上陸を行って、トリントン基地の攻略を目指していきたいと思います。今回は一旦ここまでにさせていただきたいと思います。